さあ、コンウィと書いてコンウェイにやってまいりました。ここは北ウェールズです。今日の目的はコンウェイ城を見るということで、まあ世界遺産でもありますし、かなり大きくて見応えがある、綺麗な形で、まあ大規模で残っている世界遺産のコンウェイ城ということで、マンチェスターから電車で2時間ですね。もう途中来るこの電車が、乗ってきた電車がコンウェイ城のトンネルをくぐって、城壁をこうくぐって到着するんで、ちょっとかっこよかったですね。ここはあのコンウェイ城、イングランドが、ウェールズを侵攻してきて、そしてウェールズの民たちを、まあ、反乱を抑制するという意味で城壁を、城と城壁を作ったということで、まあ昔はウェールズの人たちはこのコンウェイ、その城壁の中とか、この町には住めなかったようですね。これね、トレインズですけど、これ、ね、同じ内容のことが書いてあるんですけど、これ下は英語で書いてますけどね、まあ、同じ意味が上に書いてますけど、ウェールズ語なのでスペルも全然違いますし、普通には読めませんね。それぐらい違うんですよ。今はコロナの影響もあって完全予約制で、時間帯等でですね、あの完全にリザベーション、予約しないと入ることができません。
か日本の姫路城とね姉妹提携を結んだっていう話聞きましたけど、どういう関係でねつながっていくのか分かりませんけどね、このコンウェイ城はジブリの天空の城ラピュタのモデルとなったと言われてるんですね。ちょっと廃墟感があって、まあちょっと緑もあったりとかしてですね、まあ多少雰囲気あるかなと思いますけど、あここがラピュタのあそこねみたいな、そういうのはあんまないですね。とにかく大きくて入り組んでるので、結構時間かけて味のある城塞を城を見ていきたいと思います。一つの塔がキッチンタワーだったり貯蔵のタワーだったり、こういう風にチャペルとして使ってた塔もこのようにあったんですね。だからこの城の中で全てが完結するようになってたんでしょうね、大体のことが。この城下町の中に住むことは許されなかったそうですね。イングランド侵略の歴史ですね。かなり見応えがありましたね。コンウェイ城は世界遺産とされるだけのことはありますし、天空の城ラピュタ好きな私にとっても来た甲斐がある場所でした。パンを焼いたり
礼拝をしたり貯蔵したり、ここを要塞としたり、このね廃墟感がいいですね、なかなかね。